はい、おはようございます、小沢一郎さんを激励するということでね、ここは山形です。山形の駅前ですね、今日はですね、非常に天気が良くて風もですね爽やかで、初夏のいい気候ですね、こちらで、生中継を始めたいと思います。よいしょ。ああ、おはようございます。おはようございます。インターネットで、生中継をしながら全国を回ってですね街頭演説をしております。今回は作家の瀬川康介さん、小沢一郎を激励する市政の会の代表の瀬川康介さんとですね一緒に、北海道から青森、岩手、そしてこの山形と参りました。今日はですね晴れ間が広がって非常に爽やかなこの初夏の山形市山形駅の前で、演説ができます。大変嬉しく思っております。インターネットの時代になりまして今私は小さなスマートフォンを手に持っておりますが、この iPhone1 本でですね、生中継ができます。今世界中からそして日本からこの演説を生で見ることができます。そして自動的にこのマチカフェ TV と言いますが、録画になりますのでね、また夜でもいつでもこの記録を見ることができます。マチカフェ TV、 インターネットのテレビ局マチカフェ TV の藤島と申します。ここで、先ほど紹介しました瀬川康介さんにマイクを渡しまして今瀬川さんが思うところをお話をいただきます。泣かないあいつが憎らしい作家の瀬川康介さんです。お願いします。山形駅の前に歩いておられる皆さん、瀬川康介と申します。僕の話を少し聞いていただけるとありがたいです。今東京永田町では消費税増税の可否をめぐって与野党間あるいは、民主党内で熾烈な政治家同士の戦いが繰り広げられています。この消費税闘争というのは一体何なのかと、テレビ等では面白おかしくまるで政治家たちが喧嘩をしているかのように面白おかしく書いておりますけども、この消費税増税法案の戦いの根底にあるものはもっともっと深いものだと思います。僕たちは3年前に政権交代に夢を託して民主党に一票を入れたわけですが、それからわずか3年で民主党首脳部は国民に税金をもっと払えと主張し、それに対して小沢一郎とか鳩山由紀夫といった方々はそれは違うんだと、3年前に自分たちに夢を託したのは国民の生活が第一だという言葉を国民が信じたから票をくれたのであって、それに対して自分たちは責任を取るべきだとこう主張しているわけです。数の上では増税賛成派が多く増税反対派は少ないかのように見えますが、先日小沢一郎という政治家が自分の主張に賛同する政治家たちに向かって言った言葉は、これは数合わせではないんだと、政治家として国民に向かうときの姿勢の問題なんだと、だからみんな一緒に戦ってくれないかということで、この土日民主党内で数の駆け引きが繰り広げられていくわけですけども、小沢一郎の主張に賛同する 国会議員たちが次第次第に増えて、今新聞報道では60人かというところまで来ているわけです。鳩山由紀夫や小沢一郎が主張しているものは何かというと、国家も企業も家庭もどんぶり勘定で金が儲かっているうちはそれはそれでいいんだと、しかしマイナスに転じかけたときに一番犠牲にしなくてはいけないのは、例えば家庭であるならば亭主の飲み代、国家であるならば国家の中枢を成している官僚機構の無駄なお金を削減すべきではないかと、たったこれだけの単純な話だと思うんです。それがあたかも増税をすることを、それが一番最初に国民に
負担を強いることが一番だという発想がまかり通っているこの現状こそが少しおかしいのではないかと僕などは思ってきました。そういう観点から僕などは、小沢一郎とか鳩山一郎の主張するものを正しいと思い、今、半年ほど前から私は小沢一郎を激励する市政の会というものを結成して、小沢一郎迫害というのか抹殺キャンペーンとかというのか、そういった、反小沢陣営による、小沢叩きをですね、少しでも、小沢一郎の側に立って、激励しようということで行動してきたものです。今回くだらない週刊誌や、昨日あたりは読売新聞という新聞にまでですね、その週刊誌の記事が転載されて、消費税増税論争とは全く関係のない場所で個人攻撃が盛んに行われているのを見まして、こういうものを許してはいけないんだということで、10日ほど前から北海道から始めて誰も聞いていないだろう街角で、この消費税法案闘争がどういうものかということを配らせてもらってます。たくさんの人に聞いていただきたいとは思いませんけども、一人でも僕たちの言う言葉に耳を傾けてくださる方がいれば、それで僕はありがたいなと思って語らせているわけですけども、一番言いたいのは、小沢一郎という政治家はテレビ、マスコミ、また悪意に小沢一郎を貶めたがる人たちの間では極悪人かのように語られてきました。しかし20年前に彼が自民党を飛び出すその直前直後に出されました日本改造計画という本の中で、彼はこれからの政治家というのは企業の弁護士や官僚の弁護士になってはいけないんだと、政治家が政治家であろうとするためには国民の弁護士の政治家でなくてはいけないんだと、それを強く主張して20年間来ているわけです。そしてそうした彼が一番根底に置いているのは国民の生活が第一だと、国民の生活を第一にする視点を持った政治家であり続けるんだと、この20年間まるで青臭い青年のようにですね、それを訴えては潰され、それを訴えては潰されて今日まで来ているわけです。そしてここ数年間は捏造としか言いようのないような裁判を吹っかけられて、刑事被告人まで鳴らされて耐えてここまで来たわけです。そして無罪判決を受けて、さあ自分は国民のために動くんだと思った時に、またそのですね、くだらない権力闘争の中で事の本質を見忘れた人たちの小沢攻撃を受けながら戦っているわけです。政治家が国民の生活を第一と考えることにこの国の誰が文句を言うものでしょうか。これは当然すぎるほど当然のことであって、例えばここから選出されている代議士の方が中間案をまとめて増税に行くんだという、ここの県民の方はその国会議員が増税に行くこと、それを黙って見逃してるんでしょうか。それをいいよと言ってるんでしょうか。国民のほとんどの方はこれ以上の増税案を勘弁してくれると思ってるはずなんです。そういう戦いが今僕たちの知らない永田町、東京永田町の政治家たちの世界で繰り広げられているわけですけども、この戦いを一言のように見るのではなくて、テレビのニュース、新聞、そういったものを今僕が語りかけているようなことを少しでも頭の中に入れてくださって、もう一度見つめ直し、考え直していただけると僕はありがたいなと思いまして、今この街角で拙いことを喋らせてもらっているものです。僕は物を書くのは仕事ですけども、喋るのはあまり上手ではありませんので、気の利いたことは何も語ることはできません。しかし山形からでも見ようと思えば、東京永田町の
本質が見れるはずなんです。もう一度今この消費税闘争というのが何なのか、まるで消費税増税を反対する人たちが悪人かのように言われているこの政治状況は何なのか、そういうことをもう一回見つめ直して、そしてもう一度永田町の政争というものを見つめて考えていただけたら僕としてはありがたい限りです。つまらない話ではすいませんでしたけども、ここらで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。作家のですね、瀬川康介さんにお話をお伺いいたしました。今瀬川さんと私は北海道から順番に旅をしてまいりましたとお話をしましたが、このインターネットというものを利用して町カフェ TV というツールを使ってですね、皆さんに意見をお届けしているわけです。今はね、政治が混沌としている時代です。要するに昭和以降、戦後のですね、一つの時代が終わった、もうすでに新しい時代は始まっている。確かに新しい時代は始まったんだけれども、政治はその時代の移り変わりについていけていない。単純に言うとそういうことなんだと思います。今回はですね、瀬川康介さんが普段はパソコンに向かってキーボードを叩いている作家なんですけれども、まあ、私はこうやってマチカメ TV、インターネットでテレビ中継しながら、生中継をしながらですね、全国を演説して旅をしているものですから、まあ、一緒に行こうというお誘いを受けて、それではご一緒しましょうねということで北海道からやってまいりました。今は国民が活動する時です。政治家に任せて、その政治が悪いと政治家を非難する、その連続では何にもなりません。我々国民が、我々庶民がですね、自ら行動してこの社会をどう時代に政治が合うように、今合っていない時代と政治をどう整合させるか、こういうことをですね、自ら行動してお伝えをしていかなければいけないと思います。はい、今日は山形市の山形駅前でこの初夏の爽やかな風の下でマチカメ TV の生中継できました。どうもありがとうございます。私は高知へ、そして瀬川さんは東京に一旦帰りますけども、また全国を回りたいと思います。どうも皆さん、山形の皆さん、今日はどうもありがとうございました。失礼します。ちょっと場所を移動してまた演説します。どうもありがとうございます。山形駅前でした。皆さん差し入れありがとうございます。ももさん、ルドルフさんですかね、ありがとうございます。頑張ってます。